はい。これは、仮の2の青空アンドロイド開発教室の、ここまで学んだことを組み合わせるっていうことの課題説明の動画になりますと。はい。ここまで学んだことっていうのは、要するに、JavaScript 入門を6.3までやって、で、その後、JavaScript との入門との差分っていうのをやって、文字列入門っていうのをやって、型とは何かっていうのをやった後に、アンドロイド側と組み合わせるっていう課題があるんですね。で、まあ、それテキストに書いてあってその通りでいいんですけれど、なんか、こう、文章を読んで何を言ってんのかを理解するっていうのに苦労をする人もいると。で、別に、なんか将来的にはそれは必要な能力なんで練習した方がいいんですけれど、なんか別にこの段階でそういうの別になくてもいいかなと個人的に思うんで、ちょっと動画でも同じ内容を説明してみますと。いや、文章なのが良くないのかなということで、はい。課題としては、エディットテキストと文字列を連結して表示しようと、文字列を連結して表示しようと。まあいいや。連して表示と。連して表すると。まあどうでもいいと。はい。で、二つ目が、スイッチと、エディットと、スイッチを使って、連結と。で、三つ目の課題が、スイッチを2つ置いておく。はい。で、まあ、だんだん言い方が雑になってきます。4つ目が、エディットを2つ置いて、足すと。で、5つ目が、エディットを2つ置いて連結と。で、最後が、エドを2つ置いて、間に挟む。まあ、こんな感じの課題になってると。で、漢字としては、これはまあ、ワンセットですね。その、兄弟みたいな課題になってますと。で、これとこれはまあ、半分兄弟みたいなものという気もするけれど。この一つ目が、文字の連結。その、文字の連結ですね。S1 足す S2 とかで文字を2つつなげるっていうのを、Android の方でやるとどうなるのかっていう課題になってると。で、二つ目が、スイッチを使って連結っていうけれど、これは if 文の練習。練習ですね。練習。はい。で、スイッチを2つ置くは、if の練習なんだけれど、より手強い if の練習ですね。はい。で、この下3つが、型の練習ですね。型の練習。っていうふうになってますと。はい。まあ、それぞれ、ここまで学んできた、ことなんですけれど、Find View by ID と絡むとよくわかんなくなるってことで、まあやってみてくださいと。で、どういう課題かっていうのを、まあちょっと簡単に動画で説明してみます。これテキストの内容と一緒なんですけれど、いや読むのに時間がかかるんだったら動画だったら余裕なんじゃないかという思ったんで試してみると。で、最初、エディットと文字列を連結してどうこうって課題ですね。まず最初に作るのが、こんな画面になりますと、上がエディットテキスト、下がテキストビュー、3番目がボタンになります。で、ここにユーザーが入力するわけですよね。何か。例えば仮の2、3行とか書くと。はい。で、それで Go ボタンを押すと。そうすると、このテキストビューの中身が前に追加コロン、仮の2、3行、コロン、後ろに追加っていう風になる。っていうのが最初の課題になりますと。だから要するにこの中身をここに表示するんだけれど、その時にこの文字と
この文字を前後に足してからここに表示するっていうのが最初の課題になります。はい。で、2つ目の課題、2つ目の課題はスイッチを使ってなんかスイッチのオンオフでここに表示するものを変えると。1個目の課題と似てるんですよね。エディットテキストがあって、テキストビューがあって、スイッチがあって、ボタンがあると。で、このここに入力して、俺はジャイアンが嫌い症とか入れて Go と押すと、ここに表示される、ここに文字を表示するんですが、スイッチがオンの時にはスイッチがオンっていうのを前につける。で、スイッチがオンじゃなければこれをそのまま入れるっていうのが2番目の課題になります。はい。で、3番目の課題がスイッチを2つ置いて、さらにテキストビューを置いて、ボタンも置いて、で、このそれぞれのスイッチの押され具合によってここに表示するテキストを変えますと。で、これは4通り組み合わせがあって、両方オン、両方オン、1と2がオン、オンと1だけオンと2だけオンと両方オフ、オフと4通りがあるんですね。で、この4通りをここにそれぞれ表示するっていうことですね。と、両方オン、上だけオン、下だけオン、両方オフっていうテキストをこのスイッチの状態に合わせて、まあここに表示するってことですね。これは要するに if findViewById スイッチ1 is checked だったらば、で、その中で if findViewById スイッチ2の is checked だったらば両方オン、else 1だけオンとか、そういう感じになります。はい。で、これがスイッチ2つの課題で、で、最後の3つの課題はちょっとスクリーンショット作るのかったるかったんで作ってないんですけれど、まあ、大体同じような形式になってて、とエディットテキストと、エディットテキストとテキストビューとボタンがありますと。で、これは全部の課題で一緒で、で、ここに数字を入れて、一つ目の課題は、ここに数字をユーザーに入力してさせると。で、このボタンをポチッと押したら、ここには足した結果を入れると。足した結果、足し算しなきゃダメな。5、7、9かな。5、7、9をこのテキストビューに入れるっていうのが最初の課題になります。で、2番目の課題は、これを足すんじゃなくて連結にしますと。だから123456だったらば123456を入れるっていうのが2番目の課題になります。ちなみに2番目の課題は数字じゃなくてもいいです。俺はジャイアンガキ代表でも構わないです。はい。上と下を足して入れると、連結して入れるというのが2番目の課題になりますと。で、3番目の課題はほとんど一緒なんだけれど、なんか間ですって文字を間に入れると、123コロン間です、コロン456という文字列を入れるってことですね。はい。まあ、123456だとちょっとややこしいんで、ほげほげいかいかに変えますか。まあどうでもいいんですけど、ほげほげで、これをいかいかにすると、ここは、ほげほげ。で、コロン、間です。コロン、いかいか。おっとっと。かっていう文字列をここに表示するっていうのが、最後の課題になりますと。と、以上、5個、1個目前後につける、2個目の課題、スイッチがオンだったら前につける、スイッチがオフだったら何もつけないで入れると。これは if 文を使う課題ですね。
はい。で、3個目がスイッチが2つあったときに、1と2がオン、1だけオン、2だけオン、両方オフっていう、この4種類の状態をそれぞれこう、if 文でチェックして、ここにそれぞれ文字列を入れるというのが3番目の課題で、4番目の課題が上と下を足すと。で、5番目の課題が上と下を連結すると。で、6番目の課題は上と下を連結するときに、間ですを、真ん中に入れるという感じになりますと。で、まあこれで終わりなんですけれど、まあもうちょっと細かい話をすると、これは文字列の連結をするっていうことになりますね。で、足し算で文字列の連結っていうのはできると。文字列入門のところでやったと思うんですけれど、ただ、この真ん中の文字は find view by ID で edit テキストで RID、edit 1とかやって dot テキストとかやって、さらに to ストリングとかやるんですよね。それと、これを連結するっていうのを組み合わせるっていうのが一つ目の課題ですね。で、二つ目の課題は、これはなんか前やった課題とほぼ一緒なんですけれど、if 文を勉強したんで、それを踏まえて if 文を実際に使ってみようっていう課題ですね。このスイッチがオンかオフかっていうのを if 文で判定して、そのここに表示するものを変えるっていう if 文の練習になります。で、こっちはかなり複雑で、if が二つ必要になるんですよね。1がオンの時で、さらに2がオンの時っていう、if 文が2つ必要になると。で、さらに1がオンで2がオフの時とか、1がオフで2がオンの時とか、こう、if 文が2つ必要になるケースっていう課題ですね、これは。ちょっと難しい。はい。で、最後が、文字列を足すのか、数字として足すのか、みたいな課題と、あと、間に文字を足すっていうのが、まあ別に、こう、なんて言うんですかね。それまでやったことの応用ではあるんだけれど、やったことがなかったんで、初めてやると意外と手間取ったりすることもあるんで、まあ最後はこんなおまけの問題もついてます。これが、これまでやったことを、ここまで学んだことを組み合わせるっていう課題になります。以上です。